はい。じゃあ、今回もね、AI に聞いてみたんですけども、どんなクエスチョンとどんなアンサーが来るでしょうか。まずはクエスチョン。仮想通貨、法定通貨と同じくらいの需要があるだろうか。うん。確かに現在の法定通貨で取り扱えないような世界ってのはないように思いますけども、実際まだね、あの、現金商売してるところばかりじゃなくって、ブツブツ交換みたいなところをやってるところもあるんですよ。 あと、信用で貸し借りやったりとかね。まあ、だから、暗号通貨ってのが、法定通貨以上のテリトリーを持つことってのは、私はあるんじゃないかなと思いますけどもね。はい。近年、暗号通貨は多くの人気と注目を集めていますが、法定通貨ほどの実際の需要があるとは考えにくいです。法定通貨は政府によって、交換手段として認められている通貨の一種であり、国の経済内での取引に広く受け入れられています。まあ、そうですよね。やっぱ、り裏付けに国ってものがあるからこそ、 信用があってお金が通用するとも言えますよね。一方、アゴン通貨は政府や中央当局の支援を受けておらず、交換の媒体として広く受け入れられていません。 一部の商人や企業は暗号通貨を支払いとして受け入れている場合がありますが法定通貨ほど広く受け入れられているわけではありませんこれは現状そうですよねさらに通常法定通貨は仮想通貨よりも安定しており変動が少ないため短期間で価値が大きく変動する可能性がありますこのボラティティより暗号通貨は交換手段としての使用に魅力がなくなりますそうなんですよ100万円だと思って受け取ったビットコインが明日には40万になってるかもしれないと思ったら危なっかしくて手に取っておけないですよね ま、逆に、それが200万になる可能性もあるところで、非常に投機的なボラティリティが発生しているという言い方になるんですけどね。じゃあ、まとめて最後にどういうことになっているでしょうか。暗号通貨の人気と採用は引き続き増加する可能性がありますが、法定通貨にとって変わることも、同じレベルの需要があることも、そうにありません。私もそう思いますね。<laughs> ぶっちゃけね。ただし、特定の取引または、使用のための通貨の代替または、保管的な形態として引き続き機能する可能性があります。具体的に言うと、うん。 非常に高度な、あ承認が必要な、いわゆるブロックチェーンの仕組みで、誰から他人には語ったでしょうかみたいなね、追跡を必要とするものと、あと、逆に追跡を必要としないものね。この両極端において、わずかだけも使われるんじゃないかな、と。もちろん、犯罪取引も使われると思いますし、あとはね、超信用取引も使われると思うんですよ。ごまかしの効かないような契約とかね。あと、最近でしたら NFT ってものが、この暗号通貨と同じような仕組み、ブロックチェーンでのを裏付けることによって、 価値の担保を、ね、してるとも言えますよねお金の担保ではなくて価値の担保ですよね。はいまあ、この辺はまた別の機会にお話ししようと思います。それでは今日は以上にしましょうか。はい